生ショートドラマ。前回の屈辱を覚えているでしょうか、皆さん。まあ、くしくもその時はですね、記録80回ぐらいで、まあそうです、80ぐらいでしたね、はい、でも、はい、そこで僕はね、諦めずに考えました。おどうやったら100回いくかと。もうだから、正規の方法で100いけませんって言ってるような正規の方法それも諦めましたけど今回はですね、100回から逆再生すれば絶対誰でも100回いけるじゃねー説。まあ正直邪道であることはもう分かってます。邪道ね。でも100回には変わりないから。確かに。てか同じ時間走ってる、同じ距離同じ時間走ってるから、友達にお前シャドウじゃ何回行けるって言ったら、いやもう100回行ったことあって言ってそれはもうその生きりのために、ね、もう100回なんだ、100回行ってるで。今回絶対ね、まず100回行けるっていうのを証明して、はい、世の引きこもりの小僧どもにね、希望を与えたいと思います。はい、というわけで、メイクトスボーイズ夢見せてやる。まずはちょっとフレッシュ組ということで、後輩2人にね、走ってもらおうかなと思います。キムワが準備 OK。 はい、はい、じゃあ行きまーすよ。はい、行きまーす。よーい、80ぐらいですね。いや、一応70ぐらいはできます。普通のシャトルどんどん速くなるじゃないですか。あれがなんだろう、アップみたいな気持ち、アップないっていうの、あれなしでダッシュしなかった。いきなりマジで。いや、お前がそんな顔したら俺もやる気なくすって、マジで。本当にアップだけちゃんとやった方がいいです。アップだけやった方がいいです。お前、本当にしんどいんだよ。一応、70で一瞬遅くなってちょっと耐えるかもしれんっていう気持ちになります。じゃあ70まで頑張れって感じ。70まで頑張れ。70まで。じゃあ70まで頑張ろう。死ぬかと思った。実際死ぬかと思った。死ぬかと思いました。今ですらまだ死ぬんじゃないかと思ってます。ちょっと顔は見えました。これぐらいしか考えない。いや、きつ。いや、
全部のストレッチ。よーし、ブラック企業頑張るぞ。じゃあ、公開組のチャレンジです。公開組よ、公開組よ。準備 OK ですか？はい、OK。 頑張ります、頑張ります。世の引きこもりの小僧どもにね、希望を与えたいと思います。はい、じゃあ行きます。勝てるわけねえだろ。地獄だよ、地獄。地獄じゃないですか。いや、これ企画したやつ誰って87ぐらいからてか、お前らほんますごいわ。いや、気づきました。マジすごいと思う。お前らほんまにすごい。これ無理すぎるわ。これマジでしんどかったです。若いもんには勝てねえんだ俺らは。ということで、何やっても無理なもんは無理なんだ。それが分かりました。でも最初はやっぱちゃんとゆっくりから行った方がいいわこれ多分。いや、そうそう。じゃあ、あいつらはなんかそう、だんだん速くなるっていう嫌がらせにやってるんじゃなくて、シンプルにいいやつやったり。いや、僕たちも思ってくれてます。あの無慈悲な98とかのあの声は実はいいやつやったり。少しずつ鳴らしていこうぜっていう意味なんですよ。でも俺、シャトルダンク100聞いたことあるんじゃないけど。ははは、それは俺もあるっていう。100ということで、次回は長友と一緒に走ったら300聞けるさ。